こんばんは。夜ご飯も終わった。さっきね、本当はもうちょっとする予定だったんですけど、オンコロライブが、池袋で今日やってるライブが無料で配信があったということで、配信ね、みんなが見れる、見れた方がいいかなと思って切っちゃったから、予定より早く終わっちゃったので、その分の配信です。こんばんは。しゅんさんお疲れ、しんいちさんお疲れ、かめさんお疲れ、ぜーたんかわいい、ありがとう、ふくちゃんお疲れ、山崎さんお疲れ、ロッコありがとう、かずのしんさん、ごすくま、福太郎さんお疲れ、ありがとうございます。今日の夜ご飯は何だっけ、なんかの刺身食べました。スーパーに行ったら刺身がめっちゃあって、何だったかな、なんかわかんないけど、刺身とアイガモなんちゃらみたいなのあるじゃん、アイガモパパアイガモパなんちゃらのお惣菜が 20% オフだったから、アイガモパパエリアじゃない、アイガモパ、あの調味料につけて、あ、そう、それパストラミ、それだ、アイガモパパストラミ、それ食べました。わーい。あとジャイアントコーン食べた。こんばんは。パストラミ、パストラミの意味ちゃんと調べたのにな、さっき。パストラミとは調味料に漬け込んでその後燻製にしたやつらしいです。お惣菜パッ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 、そうじゃん、星投げ、みんな星投げ、星に今までありがとうの気持ちを込めて星を投げてください。悲しい。パパ、あ、逃走中が始まった。久々に見る逃走中とか。逃走中、これはどこなの？星投げ、スーパーカップのマロンタルト食べてない、味わからない、食べてないから。カズノシンさんありがとう。こんばんは。星、明日はね、朝配信できないと思うから、これが最後かも、星投げできるわかんないけど、もしかしたらできる可能性も、いや、ないかもな、ない、無理か、明日は最終無理そうです。わー、私逃走中絶対無理、なんかそわそわして変に目立って捕まって終わりそう、終わりそうですね。こんばんは。ちびまる子見れたよ、サザエさんも見た、サザエさん音だけ。ちびまる子はあの宝くじをね、家族みんなで分けようって言って、まる子がね。陣内さんありがとう、しんいちさん、かっぱいさんありがとう。くにさん、レインボースター、ありがとう。みんなショールームのこの機能にありがとうしてください。今までありがとう。もう会えない。星、ありがとう。さようなら。6人家族だから1666円ずつ分けるって言ってました、マルコは。
1666円ずつ分けて残った4円を私とお姉ちゃんで割ろうみたいなこと言ってた。横浜中華街だって。ひゃー、でも店閉まってるけん。わあ、お店全部閉まっとる。すごい、1秒1円だってよ。1秒1円。今40円、41円、42円、43円、44円、45円。パッ、なんかこうブツブツできそう。さっきまでの配信の体勢がきつかったからさっきまでちゃんと座ってたんですけど、今は壁にもたれかかってます。枕にもたれかかってます。1秒1円、すごいね。呼吸してるだけで1円。眉毛は描いてます。眉毛しか、眉毛描いときゃなんとかなると思ってます。今日は移動だけだったので、お仕事が移動なので眉毛だけ描いとこうと思って眉毛描きました。あ、何これ、珍百景してる。こんばんは。時給3600円。そうか、6636、ほんとだね。すごいね、確かに。そう思ったら1秒1円で1時間3600円、すごっ。逃走中。やあやあ、なになに、学校珍百景スペシャルだって。1000人だって、全校生徒。多すぎる。こんばんは。明日はゴルフ行くけど行く？早起きそう。ゴルフって、ゴルフって何時に終わるんですか？普通人による。夜に行く人もいるよね。なんか夜のさ、外は暗いけどゴルフ場だけ電気ついてるみたいなやつ見たことあるから。早い人は早い、遅い人は遅い。ゴルフしたことないな。ゴルフ、あ、夜のやつは打ちっぱなしか。あれか、コースに出るやつじゃなくて。あるよね、練習のやつか。そこで練習して本番で発揮するんか。会社のなんかそういうやつとか、プライベートとかで行くときに。なるほど、ゴルフね。ルールも分かってない。少なく入れたらいいの？少ない数で入れたらいいんですか？ゴルフは時間は決まってますか？卓球できるかな。忖度、あ、忖度なのか。じゃあお偉いさんと行くときはちょっと下手くそなふりをしたりしないといけないの。負けず嫌いが発動しちゃいそう。牛すき月見バーガーをゲット。あ、秋だね。ですね、私は何だっけ、パストラミ、アイガンパストラミ 20% 引き。スーパー行ったら 20% 引きと半額といっぱいあってさ、でもあんまり塩分今日取りたくないから、お仕事とかに影響したら嫌だから、むくみたくないからと思ってアイガンパストラミを買ったんですけど、めちゃめちゃ塩分だった。食べたら
で、食べた後に調べたら、調味料につけて燻製にしたものって書いてあったから、あ、私は間違っていた。5時45分に配信終わってスーパー行ったんですけど、そう、早かったの。早いよね、この時間に半額とか貼ってるの。塩分。池袋で彩香見てきた。なんだった？私だって今日はパンちゃんと会ったんだから。パンちゃんって言ったら、パセリも一緒に行くの？って言われて、私は違う集合だよって言ったら、一緒じゃないの？みたいな言ってた。可愛かったです。パン子ちゃん。塩抜き？塩抜き私しょっちゅうしてたよ、みほりんと一緒に。でももうやめました。塩抜きをすると踊ってる時にしんどくてやめちゃった。だから塩分控えめな生活にした。自分には合わなかった。パンちゃん、パンちゃん、久々に会った。ツアー東京終わってから初めて会ったパンちゃんと。9月初パンちゃんでした。新一さん、お断りです。朝ごはん買ってない。多分朝ごはんは買わないです。多分お仕事の場所で食べるから。パンパパン、朝はパンパンパパン。もうなんかね、なんか別にね、食事制限してるわけじゃないんですけど、今日はカロリーが足りてない気がしたから、ちゃんと朝昼晩と食べれて、ちゃんと人間らしい食生活を送れた気がします。米も食うたよ。パフェの影響で黄色いジャイアントコーン食べちゃう。わあ、私も食べたくてスーパー行ったら赤しかなかったんですよ。赤食べました。団子食べちゃいました。団子はいいよね。あれよね、和菓子はさ、脂質が少ないっていうよね。なんかマッチョの人とか食べてるじゃん、よく。団子とか和菓子とか筋トレしてる人え、わかる？ローソンってすっごい品揃えいい。アイスの種類が豊富です。もう眠れそうだよ私。30分ぐらいで終わるからね。あと20分くらい？ジュナラゴさん、レインボースターありがとう。何時に起きるんだろう。何時に起きたらいいかな。わからない。他のメンバー何か言ってましたか。何時に起きたらいいんだろうな。でもワンチャンオール説ある。寝れない説。今から寝ないといけないぐらいです、集合というか起きる時間は。でもお風呂入らなきゃ。新一さん、カップアイスありがとう。こんばんは。カズノシンさん、尊いありがとう。ヤンヤンがメールで早いって言ってた？早い。早いとか、もう早いとかのレベルじゃないかもしれない ね。メンバーが今日は夕方にみんな配信してたから。え、わかる。早すぎたら緊張しちゃうよね。そうなんだよね。起きれるか不安でさ、寝れなくなるよね。わかります。こんばんは。こんばんは。
ほうほう、何時起きかは秘密です。何のお仕事か秘密です。もうすべて秘密秘密秘密、終わるまで秘密。こんばんは。眠れ。もうお風呂。ああ、ここのホテルのドライヤーはいかがかしら。シュートメパセリちゃんが出ちゃう。ほこりが溜まっているわよとか、窓のね、水をこうやって。このホテルのドライヤーはいかがかしら。こんばんは。でも多分配信終わった瞬間目が起きちゃう、目が起きちゃうわ。いるのかな今時そういう嫁姑関係の方。いるよね、きっといるよね。見たことないけど実際には。TikTok で見た海外の韓国か中国かの嫁姑問題みたいな動画があったんですけど、フィクションなのかドラマの一部なのかリアルなのか分かんないけどね、その姑みたいな方が何このご飯みたいな、何このご飯はっていうのに食べようとするんですよ。そしたらその間に座ってるその姑さんの息子旦那さんが食べなきゃいいだろうみたいな、めっちゃ怒ってたの。普通さ、そういうテレビとかで見るさ嫁姑問題って旦那さんはなんか見なかったふりというかさ、もう挟まれないようにもう自分のことしか考えないみたいなイメージだったけど、その TikTok で見た海外の方は守ってあげてました、奥さんのこと、ね、優しい。ね、だってさ嫌ですよね絶対。そういう人間関係、家に帰って人間関係悩むのめっちゃ嫌じゃない。職場とかならさ、まあお仕事だから割り切って頑張ろうとかなるかもだけど、家に帰ってそんなご飯作ったら文句言われ、掃除しても文句言われってなった、もう無理だよって、自分でしてってなりそう。そうだよ、自分でしなさい自分でしてくださいよね、文句言うなら。家族大変ね、家庭がね、育った家庭が違うから考え方も違うかもだけど、それでもだよ。こんばんは。あ、味付けね、味付けはね好みがありますからね、そういうのって。うん、家ではゆっくりしたいよね。みんなもゆっくりしてください。おたかつの時は元気だけど、お家ではもう静かにゆっくりしてください。会社で些細なことからつかみ合いになったのを目撃した。やばっ、そんなドラマみたいな。え、このあれですか、首根っこですか、グッってやつですか。本当にあるんだ。え、ドラマでしか見たことないね。そんな壁ドンされてるみたい、私が。みんなの手こうか、うん、こうか、届かない。難しいですね、人間というものは。クーラーの温度で揉めないで。あ、何が揉めるんだろう。クーラーの温度、味噌汁の濃さ、あと何ですか、電気が
オレンジ系の暖色系のやつか寒色系のやつかとか、それは揉めない？人々は何で揉めてるんですか？そんなもん超こだわりがあるのかな。あ、寝る時間？ゴミ出しとか、どっちがゴミを出すかみたいな。カズノシンさん、ありがとう。金銭感覚、お風呂の時間。はあ。もう全部日常にあふれているものばかり。あ、テレビのチャンネル、ありそう。私のもあったもん。私が AKB さんの総選挙が見たいって言っても、妹は嫌だって言って、CM のたびに、リモコンの取り合いみたいなあった。あとなんかさ、夏の歌番組とか冬の歌番組とかあるじゃん、 FNS 歌謡祭とかベストアーティストとか、そういうので AKB さんが見たいけど妹は違うドラマとかが見たいとか、年末だったら「紅白」と「カウントダウン TV」の年越しのやつと妹が月9見たいみたいな。あるよね、そういうの。大晦日特に大変だよね。みんなのお家は誰が勝つんだろう。私は妹です。チャンネルの取り合い。ね、年末。ガキ使ってさ、今年もないんですか？去年なかったよね。もうないの、あれ。終わっちゃったんですか。毎年の楽しみよね。未公開集とかさ。ない。年末といえば。冷蔵庫のプリン勝手に食べたでしょ。なかったな。お菓子はお菓子とアイスはあったけどね。チャンネルバトルがあったので自宅のテレビが増えた。最高じゃん。それは確かに、それが一番平和な解決方法だね。あ、コンプライアンス的にそうなのか。そういう理由なの。そうなの、大変だ。しんいちさん、きのこありがとう。きのこのこのこ元気のこ。笑ってはいけない ST48。 まず内海りねが部屋に入ってきた瞬間みんな笑います。もうだって絶対面白いことしてくるから。りねとりこちゃんが一緒に入ってきたらもうそれだけで笑っちゃう。私、おさきアウト。よしひろさん、カップアイスありがとう。ダメだね、笑っちゃうもんな。タイキック痛そうだよね。骨折れないのかなって心配になるもん。リネタンが全身タイツで入ってくるとこ想像した。おもろ、想像したら。なんか変な踊りとか踊りながら入ってきそう。もう寝なきゃですよ。でもお風呂終わってない。お風呂入ったらドライヤーが待ってるから、それがちょっと憂鬱。憂鬱です。ドライヤーが憂鬱です。全身タイツ。全身タイツ履くことありますか、人生で。どういう時に履いてんの？もじもじくんみたいなやつでしょ、全身タイツって。もじもじくんだっけ、あれ。文字作るやつ。もじもじくん。ね、ドライヤーしたら起きちゃいそう。じゃあ、もじもじくんしよう、STU で。おもろそう。いつまで会ってましたか、あれって。あと食わず嫌い王したいんですよ、私 STU で。食わず嫌い王だったら
パセリはひよこ豆が出てきたらちょっと厳しい。パクチー、ひよこ豆、ちょっと厳しい。でも食わず嫌いではないですよ。食べた上でのだよ。パセリのラインナップ何にしようかな。アイスクリーム、ソフトクリーム、かき氷、ひよこ豆とかにしようかな。実食。もうダントツでひよこ豆やろってバレてさ、負けちゃう。でもなんか色紙みたいなプレゼントされるじゃん、あれって。いいよね、楽しそう。高崎あいこでやりたいな。何、池袋のSTUライブの直筆サインポスターゲットできた。なんだと、なんだと、直筆サインだと。めっちゃいい。ひよこ豆からお願いします。やばいやばい、負けちゃう。取れ高がない、ボツになっちゃう、お蔵入りっちゃう。正直将棋、怖っ。正直なんて言われるかな。私だったら絶対アイスのこと言われそう。アイスを禁止している間も隠れて食べている。いいえ、セーフ。正直アイスを1日2個までと3個までと言っているが、3個以上食べている。いいえ、セーフ。やりたい、私やりたい、それ。もし個人ファンクラブができたら、ファンの方とそれしようかな。一人一人みんなに質問用意してもらって、でそのあれを作ってもらって、機械を。コストやばい。いや、壁薄、壁薄薄じゃん。配信の声も絶対聞かれてるじゃん。恥ずかしい。壁薄薄マンだ。こんばんは。ね、怖っ。わ、静かに閉めてくださいドアは。ね、実は DD だ。いいえ、ピョン、イポン。確かに私が出す方式にしようかな。ファンの方、来てくれたファンの方に、実はパセリ倒しと言っているが、アヤパンのとこにも通っている。いいえ、ピョン。正直パセリのことはガチ恋の目で見ている。いいえ、ビヨーン。太郎さん、レインボーストありがとう。楽しそう。そうしようかな。私さ、いつファンクラブが始まるのか不安で不安で、だってなんか毎回さ、どのメンバーもファンクラブ始まりますって言ってすぐにイベントあるじゃないですか。だから私も急に明日から始まりますとか言われるんじゃないかと思って、怖くて怖くて。この前マネージャーさんに、いつからですかって聞いたら、決まっていませんみたいな。あ、まだだった。あるのかな、ちゃんと私の。ビヨーン。いつからなんだろう。次かな、どうかな。月ごとよね、今んとこ。そうよね、月2人ずつぐらいですよね。まだまだです。いつなんだろう。でもさ、11月とかに始まってもさ、生誕祭もあるじゃないですか。やけん、それとは違う月がいいよね、きっと。どこでやるかも知らないけど。どうかな。
どうかしら。 DD チェックね。何珍百景をつけてるんだけどね。何卵と生卵、ゆで卵と生卵どうやって見分けるっていうやつやってる。回してみるとゆで卵の方がよく回るだって。本当？誰か試してみてください。本当ですか？実はライトを当てると生卵とゆで卵がすぐ分かるだそうです。おしゃれインテリアみたい。ライト当てるんだ。すごい。生卵のインテリアおしゃれ。よくさ、おしゃれな人とかが部屋に置くやつあるじゃん、ああいう月みたいな。すごい。ねえねえ、ドアをさ静かに閉めるって大事だね。大事ですね。みんなも気をつけてね。ホテルとか泊まったりとか、お家でもマンションとかアパートの方とか特にね、ドアの音気をつけよう。すごい、壁が薄いわ。わかる、葵さんの部屋にありそう。わかる。ドンドドドン。何何、果樹ん果物の切り口があるとないとでは違う。そうなの。紙パックのジュースでフルーツの切り口が書いてあったら果汁 100% らしい。知らなかった。果汁 100% じゃなかったら切り口書いちゃダメらしい。みかんとかやったらみかん丸々しかダメなんだって。知らなかったよ。初めて知ったよ。どこで知るのこういう情報。みんなこういう番組か。牛乳のくぼみ、何これは。面白い、このテレビ勉強になっちゃう。待って待って、何これ珍百景。たまたまつけてたらやってると思ってつけたらマリコさん出てる。マリコさん出てたよ。嬉しい気持ちになっちゃった。30分過ぎました。嘘嘘だ。本当だ。32分じゃ終わろう。トゥートゥルトゥー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 トゥルトゥートゥートゥートゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥ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 。トリビアの泉知ってますよ。トリビアの泉で黒いサンタがいて、黒いサンタが人間の子供と引き換えに動物の死骸をベッドに置いて帰るっていうやつ見て怖くて見なくなりました。悪いことをしたら連れ去られるんだって。で代わりに動物の死骸をね置かれるんだって。置かれるんだってさ。だからね、いい子にしようって誓ったよ、それを見た時から。小学校何年生の時に見たか分かんないけど、たまたまつけてってテレビを、でそこで見ちゃって、はあって、この番組は怖い番組だと思って見なくなっちゃいました。もうホラー、本コアレベルのホラー番組と思ってたから、私大きくなるまでずっとホラー番組と思ってました。怖いね、ブラックサンタ。グリーンピースは、シューマイのグリーンピースはショートケーキに似せて子供を喜ばすため。子供嫌がっとるよ。そうなのか。私は
グリーンピースあったらラッキーと思うけど、グリーンピース嫌って人多いよね。そんな理由だったのか。グリーンピースも許せるし、酢豚のパイナップルも許せちゃいます。私もう食べれればありがたく食べちゃう。おいしいおいしいと食べちゃうね。おいしいよねグリーンピース。何？え？メンマラーメン1500円、やば。ちょっともう配信終わらんといけんのに、もうなんかずっとさおもろいやつやってくるテレビが、やめてね、やめてください。何？タケノコ？え、メンマか。何何何ですか？早く言って。無音だから。メンマはタケノコでなく成長した竹でできている。へえ、そうなの？そうなのか、竹なのか。へえ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 って押したいボタンをね。えどん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 次から次に教えてくるから配信を終わるタイミングを逃してる。気になっちゃうもん。ハンコの売り上げは変わってないだって。へえ、ハンコの売り上げ。まっちゃんです、お断りです。やばい、見逃すところだった。8時までやんのこの番組。8時までか。いや今36分やけん、じゃあ40分、40分だったら切りよくパッと終わるね。何の切りか知らんけどパッとね終われるように頑張ろう。ハンコ興味津々です。何？無音だから。え？すごっ、ジュゲムのハンコがある。ジュゲムジュゲム、五甲のすり切れ、カイジャリスイグの修行松、浦井松、なんとか松言うてめっちゃ書いてます。あ、空来松、風来松、空のところに住むところ、やぶら工事のぶら工事、パイプパイプパイプのシューリンガン、シューリンガンのグーリン、グーリンガンのポンポコピーのポンポコマーの超ゲームの超好き。ちょっと怪しい。え、すごっ。あの丸いハンコでさ、グリコじゃないや、なんだっけ、ジュゲームジュゲームジュゲーム、ここを乗せる気で。すっごいね。ひージュゲームの歌、 AKB の、あ、あれですか、鈴懸の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ったら僕たちの関係はどう変わってしまうのかみたいな。確かに書けるんじゃない、このハンコの。108文字書けるんだって。108文字までいけるそうですよ。198,000円、うん、19,800円、どっちだった、ゼロの数がよく見えなかった、一瞬だった。何に使うんだろう、ジュゲムのハンコ買って何に使うの。すごいね、ほう。あ、もう38分だから壇上を読もうね。沢口靖子さん出てる、マリコさん。トゥルトゥ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 、
お疲れ様でした。ありがとうございました。今日3回も配信しちゃってすいません本当に。また明日。スケモンさん、バラありがとう、ありがとうございます。それでは終わりたいと思います。壇上いきます。本日3回目の壇上です。いきます。13位エボルタさん、12位ティースさん、11位ミギタピポさん、10位しんちゃんさん、9位フェリスさん、8位コウジさん、7位コロコロさん、6位シュンさん、5位ジュノラゴさん、4位カメさん、3位ヨシヒロさん、2位山崎さん、1位カズノシンさん、ありがとうございます。ありがとう。2回目の配信予約入れてたけど、ほぼゲリラみたいな時間帯に入れちゃったから、もうバタバタですいません。明日も頑張りたいと思います。明日は夜かな、配信すると思います。じゃあバイバイ、頑張ります。おやすみなさーい。